おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もヘビの命ハードモードの続きやっていきたいと思います。前回からついにね、ハードモードでも最終決戦に入ってきました。ようやくこの物語も終盤だというところなんですが、おそらくこの最終決戦がめちゃくちゃ長いと思うので、踏ん張りどころですね。頑張っていきたいと思います。ではやっていきましょう。ヘビメタ殺害事件のおさらいから入ります。ハードモードでは意義を我慢してるだけでは勝てないので注意。なるほど。被害者は7号室の客ハンター。遺体鑑識結果から死因は感電死、そして一撃で殺されている。いや、ハンターではありません。死んだのはヘビメタ君です。そうだよ、間違ってるよ。殺害されたのはヘビメタだったはずだよ。そのヘビメタの殺害現場、7号室は鉄格子で隔離されていた。そして殺害直前には停電が起こる。これは間違いないね。見なし。発見された凶器は超電磁ドリル。ヘビ探偵が7号室ゴミ箱より発見。いや、ゴミ箱じゃないね。ヘビメタ君の体のそばにありましたね。そうだよ、間違いだよ。超電磁ドリルはゴミ箱じゃなくてヘビメタの死体にくっついてたんだよ。容疑をかけられたのは8号室のヘビ大型種。電磁ドリルの9と合わせ15に届くのは攻撃力6の大型種のみ。これはあれ、ヘビメタ君もオーバーキルだったんだっけ。そっか、普通にあれだ。ヘビメタ君は HP が15だったんだって。だから15に届くのは確かに攻撃力6の大型種のみなのではっていう話でしたな。意義なし。よし。7号室、8号室の壁には穴が開いていた。ヘビ大型種、ついでにハンターも感電していたと証言。これは意義なし。殺害の全貌は、まずリンゴをもらえなかったことに腹を立てた大型種がヘビメタを自室に招き入れ、凶器の電磁ドリルにてヘビメタを殺害。そして壁の穴から7号室へ死体も凶器もポイ捨てしたわけだ。意義あり。お、いいね。意義発動しました。久々でもない意義だよ。反撃開始だよ。大型種の犯行でないなら、まずは犯人像から聞こうか。え、これどうすんの。人間、うん、人間が犯人だとしたら電磁ドリルが装備できないのだが。あ、こっちもう完全にもうミスリードって書いてあるやん。超電磁ドリルは装備できないから全く関係ない。そうだよ、電磁ドリルは関係ないよ。この事件、土台から間違ってたんだよ。あ、ちょっと、今日ダメかもしれない。この事件、土台から違ってたんだよ。土台といえば、地下ですね。ヘビメタ感電死、事件に関わっていそうな地下の部屋といえば、電気制御室。電気制御室？そういえば、事件現場宿泊部屋の真下が電気制御室だよ。その記録によると、数字の書かれた装置がいくつもあるけど、数字通り電流を攻撃力換算で1から9まで調整できる装置だよ。確か攻撃力10以上は違法だから、最大でも9までしか制御できないように設計されてるのね。お、制御できる電力の最大値が9までなら攻撃力15には届かないではないか。攻撃力15に届かせるために真犯人が使用した方法は、2発打ち込んだ装置本体を鈍器として装備した。電力エネルギーを融合させた。まあこれしかないですね。電力エネルギーを融合させました。そうだよ、ヘビボールだよ。ヘビボールが複数個集まればボール同士が共鳴してエネルギーを集める働きがあるからね。このエネルギーを集める性質を電力の融合に利用したんだよ。その電力融合ってシステムが全くわからないな。以前の装備システムの応用版だよ。電気エネルギーが電気エネルギーを装備する原理で攻撃力10を超えることができる仕様だよ。電力融合が発生したというなら証拠はあるのか。数字で示してもらわないとな。数字といえば電気制御室の写真データに気になる数字があるよ。8と、あれ、7と8か。7と8だね。これだ。はい。そうだよ。7と8の制御装置だけヘビボールが固定されてるよ。
電力7と8を融合させて攻撃力15を作れば前回のヘビメタでも一撃で仕留められる威力になるよ。では電力を融合させたとして、上の階のハンターじゃなくてヘビメタにどう命中させる？自然界でも落雷の位置はランダムだろう。融合先の鉄柱に固定されてるヘビボールがヘビボールです。融合先の鉄柱に固定されてるヘビボールがちょうどヘビメタじゃなくてハンターのベッドの位置だよ。これじゃハンターに命中しちゃうよ。むしろ命中して欲しかったものだわ。おまけに当時のハンターは逮捕されていて、金属製の手錠までつけていたな。電力融合が凶器ならばハンターに命中しているはずだ。いや、ヘビメタ君の方がもう全身金属だから、もう金属の方に優先されていったんじゃないの？だけど落雷の位置なんてランダムだから、たまたまヘビメタに当たっただけだよ。意義あり。え、ダメだよ、ハードモードでのとりあえず意義は。意義あり、万能説は通常版までだよ。あ、ダメなの？あれ違うの？ヘビメタ君は全身金属だよって言いたかったんだけど。今んとこ意義なしじゃないとダメなのかな。そうだよ、たまたまヘビメタに当たっただけっぽいよ。事件当時、被害者をハンターと見間違えるような仕草もあったしね。おい、じゃあ俺が殺されたドル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 、おい、じゃあ俺が殺されるところだったってのか。しかしヘビ大型種が感電していた以上、狂気の電磁ドリルを使った証拠になる。確かに感電してたけど、ハンターも同時に感電していたのはやっぱりおかしいよ。ヘビ大型種とハンターの本当の感電原因、根底から考えると、超電磁ドリルを使用したから、天罰額だったから、7号室と8号室だったから思い出す。まあこれだね、7号室と8号室だったから。7号室と8号室？そうだよ、7号室も8号室も電力発生源だよ。直接電気が流されたヘビメタほどじゃないにしても、その周囲に感電する程度の衝撃が発生してたわけだね。そういや、感電といってもただの感電じゃなくて、体が勝手に動くような感電だったな。え、どういうこと？それ知らないよ。感電中なのに体が勝手に動くだ？言ってること矛盾してるじゃねえか。嘘じゃねえよ、そこのデブヘビも体が勝手に動いてたはずだぞ。別に動いてないな、それはちょっとデブだからじゃないですかね。それじゃあハンターの勘違いってことね。寝ぼけてたのよ。勘違いじゃねえよ。感電中やたら手が引っ張られるような感覚があったんだよ。ああ、そういうことか。ごめん大型くん、デブとか言って違うんだよ。あれだね、手錠が引っ張られてたってことね。手が引っ張られただ。お前の場合、感電に加えて悪霊までついてたんじゃねえだろうな。とにかく地下の電気制御室が凶器だと言い張るつもりだな。だが証拠がない。電気制御室が使用された証拠がな。電気制御室の電力融合により起こった現象、これに違いない。停電、火災、雪崩、停電です。そうだよ、停電だよ。法定攻撃力をはるかに超える電力が発生したことでブレーカーが落ちたんだよ。つまりあの停電は電力融合が発生した証拠になるよ。つまり電磁ドリルはダミーだよ。電気制御室の犯行をごまかすためのね。電磁ドリルがダミーにしろ、殺害現場にあったことは事実だろう。事件現場は鉄格子で密室。どうやって電磁ドリルをヘビメタ死体の横に放り込むのだ？え？鉄格子の隙間から放り込む。なんか飛んできたように見えたから今はまだわからないかな？おいおい、犯人がそこの助手なんだから警察ってことだろ？警察側なら普通に鍵開けてヘビメタの死体横にその電磁ドリル置けば済む話だ。部屋入りした直後は死体愛好家じゃなくても死体に注目するタイミングだろう。ヘビメタの死体横に超電磁ドリルなんて置いたらバレバレだ。その時間暗くてよく見えなかったけど、何か浮遊する物体を見たような。そうなんだよね、飛んできたように見えたんだよね。そういえば浮遊する物体が殺害現場に入っていったような記憶があるよ。あの物体が超電磁ドリルで事件後に死体横に置かれたとしたら、狂気の線が崩れるよ。暗い時間の証言、寝ぼけた時間の証言、どれも役には立たんな。
それに超電磁ドリルはかなりの重量だ。その重いドリルが宙を浮遊して都合よくヘビメタの死体横に着地。呪いの旅館といえどそんなオカルト現象起こるものか。だけどタイミング的にはちょうどその助手たちが駆けつけてくる頃に浮遊してたよ。助手が超電磁ドリルを7号室に投げ入れた可能性が高いよ。あんな重たい超電磁ドリルを投げ入れるなど砲丸投げ選手でも無理な話だ。おまけに鉄格子の隙間を抜けて投げ入れるなどもってのほか。確かに装着してたミミズですら引っかかったほどのギリギリの隙間だからな。この難題は先送りするしかなさそうだな。だけどこんな超電磁ドリルなんて物騒な凶器、助手の私物なのは間違いないよ。大きく重量もあると言っただろう。つまり簡単に携帯できるものではない。あの大雪の中、鑑識道具を持ちながらあの電磁ドリルも担いでくるなど無理な話さ。確かにな、警察の旅館到着時ドリルを担いでたらすぐ目につくはずだ。ブラックドクターは電磁ドリルをどのように用意した？警察犬に持たせた、ウーバーで取り寄せた、旅館内にあった。思い出す。ウーバーで取り寄せた。まあ旅館内にあったんじゃないですか。警察犬に持たせたはないと思う。ウーバーはなくて、消去法でこれしかない。旅館内？うちの旅館にそんな凶器なかったはずだよ。この旅館のどこにそんな凶器が存在したのだね。それはちょっとわかんないんですけど。ちょっと考えようか。確かあれよね、前回もこれはやったはずだ。超電磁ドリルは確かあのドリル重機の先端だったんじゃなかった？地下です。よし、旅館の地下に凶器があったことを示す証拠データを選択してね。これですね、ドリル重機。凶器って地下にあったドリル重機？確か脱出に使おうとしたけどドリル先端が欠けてて脱出できなかったのよね。おいおい探偵さんよ、先端が欠けてるんじゃ凶器にならないぞ。お前が出てくると終盤感なくなるからいちいち面見せるな。いや、ハンター君がいるおかげでね、ちょっと和やかになるから空気が。先端の欠けているドリルが凶器になる理由は欠けた部分が凶器です。なんだって？ドリル重機の欠けた部分が超電磁ドリルになったってこと？ヘビ探偵君、欠けているのは君とハンターの頭のようだ。ドリルといえば壁を掘るもの。つまりドリル自体が壁よりも硬くなければ成立しない。そんな硬いドリル、どうやって先端だけを切り離す？確かにドリル重機は頑丈だから切り離すなんて無理だな。それにドリル重機と超電磁ドリル、色からして違う。全くの別物ではないか。お前が塗装したんやろ。知らんけど。難題がどんどん増えていくよ。硬いドリルの先端を切り離す方法、ドリルの色がなぜ違うのか、そして高速浮遊する謎の物体。この3つの難題が解けるのはまだ先になりそうだよ。これはまだそうね、わかんないね。難題の数が通常版より3倍増しになったところであなたのターンになりました。行動選択してね。一応セーブするけどまだ時間はあるから続けます。はい。とにかく犯行現場は地下の電気制御室で間違いないよ。ヘビボールで電力を融合させてヘビメタを感電死させたんだよ。では犯行が電気制御室だったとして、その電気装置を作動させたのは誰なのか特定できないだろう。いや、これに関しては警察がガサ入れしていたっていう情報がおかみさんの口からね聞けているから、これはね言えませんよ。異議できますね。こっちがあんたしかいないでしょ。部外者の人間が電気制御室で電力融合などと複雑な機器を扱えるわけないだろう。ブラックドクターが電気制御室のような難しい機器を使用できた理由はもちろん、助手は最先端技術に詳しい。そうだよ、機械に詳しいなら電気制御室も扱えるはずだよ。地下は不法侵入罪、それに鉄格子も複数あったよな。部外者の人間がどうやって電気制御室まで侵入できたというのだ。旅館の人間でもないのに地下の電気制御室に侵入できた理由は、これですね、旅館に捜査令状。そうだよ、警察側の人間には不法侵入罪よりも強い法律、捜査令状があるんだよ。地下へのガサ入れだって可能なはずだよ。捜査令状？
この話は地雷なんじゃ。あ、そうでした。その通り。自ら捜査令状の話を蒸し返してしまうとは、さすがヤブヘビ。でも、電力融合を使って、地震とか、その、あれだよね、法廷よりも高い攻撃力があったことで、凶悪犯だっていうのが分かったっていうので捜査令状が出てるって話だから、大丈夫だ、自信持っていこう。そう。我々警察は国からの捜査令状でたまたま旅館に派遣されただけ。たまたま旅館に派遣された我々に、こんな手の込んだ事件を起こせるわけないだろう。国からの捜査令状、この難題が残ってたよ。まだ残ってる謎は多いが、もう強行的に捜査令状の問題を乗り越えるしかなさそうだな。旅館に出された捜査令状、本当に偶然なのか？いや、必然です。そうだよ、必然だよ。旅館に凶悪犯がいるんだから、捜査令状が出されるのは必然じゃないか。ん？その凶悪犯とは誰のことかな。黒幕のお前に決まってるだろ。それでは順序が逆転している。我々が凶悪犯だとしたら、凶悪犯が旅館に来る前に凶悪犯が旅館にいたという矛盾が生じる。あーん、こんがらがってきたよ。記憶を遡って考えるべきだよ。捜査令状が出されていたなら、警察が来る前にこの旅館で何かが起こっていたはずだよ。この旅館で警察が来る前に起こった出来事は、忘れた場合は消去法で OK、停電です。確かにそうだったよ。刑事さんたちが来る前にもこの旅館で停電が起こってたよ。どこぞのボロ旅館で停電が起こっただけで、警察が緊急し、警察が緊急出動、出動。どこぞのボロ旅館で停電が起こっただけで、警察が緊急出動か？どれだけ平和な国のおとぎ話だ。だったらその停電にも原因があるはずだよ。最初の停電とヘビメタ殺害時の停電。この旅館で停電は2回起こってるわね。この2つの停電、原因が同じだとしたら、最初の停電が起こった原因もあの設備に違いない。電気制御室。そうだよ、最初の停電の件も地下で電力融合が作動してたに違いないよ。バカの一つ覚えのごとく電力融合か。その証拠でもあるのか。ヘビメタ事件の時は電力の融合から攻撃力15のエネルギーでブレーカーが落ちて停電。攻撃力15になると停電確定。そしてさらに反応するものといえば、警察犬。そういえば警察犬は重度の危険物なら 1km 離れてても探知できるって話だったわね。つまり電力融合を起こすことで 1km 圏内の警察犬が違法兵器と勘違いして旅館に捜査令状が出されたんだよ。そうなると捜査令状により警察の追っていた旅館にいる凶悪犯は、殺害監禁放火魔のこと、違法兵器所有者の所持者のこと、違法建築詐欺監禁犯のこと、殺害不法侵入食品異物混入窃盗犯のこと。これは、どれ？違法兵器所持者のことが、かな？オッケー。そうだよ。架空の違法兵器所持者の存在を作り上げることで、旅館への令状発行に成功したんだよ。そのシナリオには大きな矛盾点がある。我々警察が旅館に派遣されるより前に、地下の電気制御室を作動させた人物が旅館内にいなくては成り立たない話だ。確かに。警察は後から大雪の中やってきた様子だったしな。我々が派遣されるより前に、誰が地下電気装置を作動させたというのだ。ミスリードが2つもある。まあ、これは、なんでムカデになるんだよ。ヘビボールしかないね。もうここでミスリードに行く必要はないでしょ。ヘビボール？人じゃなくて、物なの？ヘビボールといえば共鳴効果があるけど、フロントといえばちょうど真下の階にヘビボールが並んでいたような。そしてその先には電気制御室。来客者の持ってるヘビボールによってフロント地下のヘビボール同士が共鳴。
その共鳴エネルギーが隣の電気制御室に伝わり、電力装置が作動するような仕組みさえあれば。これ今回は持ってきたのはあれだよね、ヘビメタくんだったんだもんね。その共鳴エネルギーが隣の電気制御室に伝わり、電力装置が作動するような仕組みさえあれば、ヘビボール持ちの客が旅館に来る絶好のタイミングで警察犬を勘違いさせ、捜査令状を出させるシステムになるよ。偶然だろう。停電と捜査令状がたまたま重なっただけだ。思い返せば過去に監禁騒動が起きた際にも、警察が来る前に毎回停電が起きてたよ。あれはヘビボール持ちの客の来訪によって、停電、電力融合、警察犬、捜査令状のシステムが発動してたんだよ。停電後に毎回すぐ警察？そんなマンネリが5回はあったならすぐ見破られるだろう。ワンパターン傾向をごまかすために黒幕が広めた噂とは、呪われた旅館の噂。そうだよ、そのための呪われた旅館の噂なんだよ。ヘビボール持ちの客が来て、ちょうど旅館の呪い関連の規約を読んでるタイミングで停電が起こるから、そのまま呪いの仕業に持っていけるんだよ。だが電気制御装置など大掛かりなシステム、旅館側の人間でもない限り準備できんよ。つまり部外者の我々には犯行不可能ってことだ。確かに部外者には無理だよ。旅館の全てのシステムを理解、それ以前にシステムを設計できるレベルでもない限り。旅館側の人間ではないブラックドクターが大掛かりなシステムを用意できた理由は、命の救世主 X だったから。命の救世主 X！ やっとつながったわね。ついに因縁の対決だよ。蛇ごときがよくもここまで足を踏み入れたものだな。真相に迫ってるよ。ここからが正念場だよ。やれやれ、これは忙しくなりそうだ。そういうセリフはもっと戦力になるやつが言え。戦いの激化に備えて行動を選択してね。まあセーブして、ちょっと今日短いかもしれないんですけど、これで終わっときましょうか。ご視聴ありがとうございました。いいところですね。ここから、第2形態、ブラックドクター第2形態のスタートなので、フェニックスのようにしぶといと思いますが、やっていきたいと思いますよ。ではまた次回お会いしましょう。おつぴよでーす。